きなことからしていけばいいんじゃないかなと。そのままやっても成立するということはありますよね。成長というのは我々の医療で働いている人は大切なことは何かというと、確かにね、こういったことでね悩んでる人ってね多いんじゃないかなと思いますね。自分はなんか専門性もないし、何をこう興味を持ったらいいのか、何に興味があるのか、何に向いているのかとかね、こういうふうに、悩んでる人っていうのは結構多いんじゃないかなと思います。特に臨床5年から10年目ぐらいにこういうことで悩む人が多いんじゃないかなと思いますよ、ね、ただこれは私の意見ですけど、それはね好きなことからしていけばいいんじゃないかなと思います。これどういうことかというとね、まずねやるべきことは何かといったら、目の前に患者さんいますよね。で患者さんを見ていってその現象に疑問を感じることがあるじゃないですか。これ何も感じないって言ったらちょっともう論外だと思いますよ。例えば股関節手術した後に膝が硬くなった、こういうことよくあります。なんでこれこんなことが起こるんだろうとかね、そうやって疑問を感じたらそのことを調べていく。例えばこれはね僕も病院にいる時代あったらね、例えば患者が来て聞いたことない病名なんだけどそのままやっても成立するということはありますよね。これ恥ずかしいことだけど、でもちゃんとそうやって知らない病名を受け取ったら、そしたらその後ちゃんと調べるとかね、そういうことを繰り返していくってことが大事じゃないかなと思います。そして目の前にね来た患者さんのことで疑問に感じたり、わからないから調べたりっていうことは全然忘れないと思いますよ。これはねおそらく科学的にもこういう脳のメカニズムというのは証明されていると思います。だからただ勉強するんじゃなくて、その都度疑問に感じたら調べていくというこの習慣が必要じゃないかなと思います。でそしてその上でそういうふうなことをやっていくと、好きなこととか興味が湧くこととかそういうことがあるじゃないですか。それをね別枠で自分なりに勉強していけば、自分の専門性っていうのをだんだん広がっていくんじゃないかなと思いますよ。でそしてそこからやりたいこととか方向性とかそういったことが見えてくるんじゃないかなと思います。そしてもっと言うとですね、その先に私が思っているのは自分の治療概念、これがねどんどん見えてくるんじゃないかなと思います。ただね興味があるとかこういうことが好きとかではなくて、治療するときにやっぱりね治療概念があるって大きいんですよ。で、私はよく言うね今の、病態と力学というね、この治療概念に行き着いたというのはもう非常に大きい、そしてそのことが分かってから、自分の治療概念が明確になってからどんどん自分が成長できているとというふうに感じます。だからいくつになってもこの成長というのは我々ね医療で働いている人はもう絶え間なく成長ずっとできると思いますねと思ってますので、そういうふうに方向づけていったら良いかなと思います。そしてよくあるのは自分が何に向いているか分かんない、どの方向に向かったら良いのか分かんないというふうに悩んでいる人はいますけど、大切なことは何かというと、まず目の前にあることを本気でやるということじゃないかなと思いますよ。目の前にあることを本気でやる、そして目の前であることを本気でこうやってやっていっている人は、そこからたくさんの光が差してくるし、たくさんのこの自分が本当に自分で人生で成し遂げるべきことが何なのか、そんな突破口が見えてくるんじゃないかなと私は思いますよ。